高2。どうもちゃ、篠原です。今回は高校2年生の勉強について話したいと思います。高校2年生の勉強ですね。高校2年、いい響きですよね。17歳、花の17歳ですよ。でね、正直遊びたい盛りだと思うんですけど、正直言って高2からちょっと勉強モード切り替えてってほしいんですよね。特に東大、京大、一橋、東工大、阪大、早稲田、慶応、そういうね、難しいところ受けよう、むずいところ行こうって思ってるんだったら高2から準備しておかないと間に合わないです。なんで間に合わないかっていうと、東大とかね、そういうところ受けようと思ってる連中は高3の時ってもう頑張ってるんですよね。で、高3の時にね、みんなが頑張っても正直差そんなつかないんですよ。だから1年早く勉強しておくっていうことが実は大事になってくるんです。そういう意味で、もし難しいところ行こう、成績上げようって思ってるんだったら、ぜひ高2の段階から徐々に受験モード切り替えてってください。まあ部活とかがあってね、忙しいの分かるし、その後輩ができてね嬉しいとかっていうのはあるの分かるんですけど、それでもね、やっぱ頭がいいことって大事なんで、高2からそろそろ受験モードというふうに思っといてください。で、そろそろ受験モードっていうことで、じゃあ具体的に何するのかっていう話なんですけど、うっすらとでいいから志望校らしきものっていうのを決めてほしいんですね。志望校的な学校っていうと、その絶対東大とかそういう感じじゃないんです。なんとなく東大行ってみたいなとか、なんとなく慶応って行けてる気するなとか、まあ、そういう大学をね、一個ちょっと決めてほしいんですね。できるだけ難しいところがいいです。最初からなんか手の届きそうなところを目指すと、まあ行けるっしょってなっちゃうんで、できたら難しいところ、東大とか京大、阪大、一橋、東工大とかね、そういう難しいところをあえて志望校的な学校に据えてみてください。お前なんか行けるわけないっしょみたいなことを言ってくる人いるんですけど、もうそれはほっといてですから、外野ですからね。皆さんが本当に行きたいな、ここ興味あるな、そういう志望校を1個選んでみてください。ハーバードとかでも全然いいんですよ。オックスフォードとかでも全然いいから、とりあえず志望校的なのを1個選んでみて、ちょっとここ目指してみようと思ってみてほしいなと思います。そして2つ目として、勉強する習慣っていうのを確立してください。毎日必ずやることってありますよね。例えば歯を磨くっていうことだとか、テレビの電源をつけるとか、まあそういう毎日何かしらこれは絶対やるみたいなイベントあると思うんです。で、その中に勉強を加えてほしいんですね。1日30分でいいから絶対に勉強する。部活が終わって疲れて家に帰ってきて、ああ疲れたって思ってでも1日30分は絶対勉強する。なぜなら部活どんなに疲れてても歯は磨くじゃないですか。そんな感じで勉強も習慣的にしてほしいんです。なんでかっていうと、高3の時って絶対頑張らないといけないんですよね。で、高3の時に毎日勉強できるやつと時々しか勉強できないやつっていうのは全然差が開くんです。で、この時大事になってくるのが、毎日勉強するようになったタイミングなんですね。で、高3の後ろの方でそんな毎日勉強しても意味がないんです。できたら最初の方、初めから毎日勉強するっていう風にしておいてほしいんですね。だから勉強の習慣っていうのを今のうちに、高2のうちにつけておいて、そして高3からはもう当たり前のように、日常のように勉強を毎日するっていう風にしてほしいです。まあ週1日ぐらいはね、遊んでもいいですけど、できたらもう30分でいいから勉強してほしいですね。さらに上級者向けなんですけど、苦手教科をなくしていってください。まあ英語が苦手だなとか、数学嫌いだなとか、古文わかんねえとかあると思うんですけど、そのね、苦手教科抱えたまま受験に臨むのってしんどいんですね。受験っていうのは非常にハイレベルの戦いです。ほんと1点2点争ってる、そういう戦いなんですね。で、そこにわざわざね、苦手教科っていう確実な失点するポイントを作った状態でそんなハイレベルなところ行くのって大変なんですよ。まあ言ってみるなら、運動会のかけっこでブロック塀一人だけ背負って走ってる、そんな感じになっちゃうんです。だからできるだけ受験受けるとき苦手教科ないっていう状態にしておきたいんですね。そのために高2の段階で苦手教科潰しちゃってください。高3って結構忙しいんですよ。なので高2の段階でもう苦手教科ないよ、僕は何でもある程度できますよっていう状態、それが理想ですね。まあ完全にね、苦手教科なくすのって無理だと思うんですけど、1個でも減らす、1分野でも減らす、そういう感じで頑張ってほしいなと思います。はい、ということで今回高2の勉強について僕なりの意見を話させてもらいました。で、やるべきことは一つ、そろそろ受験モードに切り替えていきましょうということですね。じゃあ受験モードってどういうことですかっていうことなんですけど、それは3つ。
まず一つが志望校っぽいところをちょっと決めてみましょうということ、勉強の習慣を確立していきましょうということ、そして苦手教科っていうのを潰していきましょうということでした。高2ってね、この楽しいと思うんです。で、忙しいとも思うんです。部活があったりとかで、後輩面倒見ないといけないとか、彼女ができたとか、まあ、友達と遊びに行くとか、そういうことが結構あると思うんですね、高2のうちって。だからガチで受験勉強しろとは言いません。一日何時間も机の前に座って勉強だけしなさい、そんなことは僕は言いません。高校2年という人生に1回しかないチャンスをぜひ満喫してほしいと思ってるんですね。ただ受験があるということも頭の片隅に入れといてほしいんです。なぜなら高3でスタートダッシュ切るためなんですね。ぜひね、高2生は勉強ちょっとね意識し始めてください。ということで今回の動画これで以上です。ご視聴ありがとうございました。高校2年生っていうのはね、ほんと楽しい時間なんですよね。毎日毎日面白いことがあって、まあ、友達も面白いし、部活も楽しいしみたいな感じで、本当に充実している時間だと思います。ただその充実している時間をちょっとだけでいいから勉強に回してほしいんですね。というのも、その楽しい時間を削るぐらい学歴っていうのは価値のあるものなんです。もちろんね、人間学歴だけじゃないですよ。学歴以外にも人格とかね、そういうものいっぱいあります。いっぱいあるんだけど、学歴っていうのは自分にとっては自信になるし、他人から見たら信用になるんですね。もう最強のカードと言ってもいい、それぐらい素晴らしいものなんです。だからね、本当に学歴っていうの手にしてほしいんですよ。僕も京都大学生という学歴があるから胸を張って言えるんですけど、学歴はね、努力して勝ち取る、それだけの価値はありますから、ぜひね勉強していってください。まあこんな感じで僕は受験に役立つ情報をいろいろ配信してます。で、こういう動画をほぼ毎日のように投稿できているのは皆さんの反応があるからなんですね。やっぱり動画投稿者っていうのは視聴者さんの反応ってものすごく嬉しいんですよ。だからコメント欄にいいこと悪いこと、どんなことでもいいので、コメント欄何か書いていってくれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録と高評価もお願いします。あとツイッターですね、ツイッターフォローしてもらったら更新情報と逃さなくて済むかなと思いますし、受験に関する簡単な相談もしてるんで、よかったらフォローしてください。今後もね、こういう動画どんどん投稿していこうと思うんで、お付き合いしてくれると嬉しいです。ということでまた次回会いましょう。